レスした時に肘っていうのは溝落ちをさしてるわけよ、うん、アルプスした時、はいはい、溝落ちを肘はさしてます、はい、でその状態のままこうやって側屈をここまでかけただけやから、はい、はい、こんにちは、藤沢ゴルフです、前回の続きです今日は、側屈動作からですね、バックスイングですね、トップオブスイングまでもういっちゃいます。で、まあ当たり前ですけど、こう肘の動き、手の動き、いろんなのあるんですよ。でもまあその本当にね、どう使うとか細かいのっていうのはね、もううち散々、紹介してるので、もう動かし方についてはもう過去動画をとにかく見まくってください。でもなんですよね、どのポジションでどんな風に動かせばスイングが組み上がっていくかっていうのはなかなか難しいと思うので、まあ今日は前回側屈と話しました。で、側屈から、まあ側屈っていうと、まあここまでの動作になるんで、バックスイングでいうと、で、ここからですけど、どうやってトップまで持っていくのなんですけど、側屈入れてから前に行ったクラブがこう上がってきたら、これトップオブスイング行くわけですよね。で、それを今日また司会でガイドラインを作って、まあ本当にここになんですけどね、やってみようと思います。で、今日はまたこんなこれをここへこんな感じで、こんな感じで置きまして、増えた、はい、また見にくいやつが増えた、そう、まだ見にくいさらに見にくくなるぞいや、広がるでか、そう広がるで、とりあえずなりますね、ここだけやったら、とりあえずここだけ映してくれる、見ちゃうじゃんよ、うん、いい、もうそんなんやね、今日、うん、もうでこっち映ってるよ、はい、うん、で、なんとなく、うん、俺は映ってる、あ、はい、映ってます、なんとなくこれはこっちで撮って、うん、なんとなく、なんとなくなんとなく映ってる、うん、いつも任しといて、任しといてこっちは任しといてで、この青い点のとこね、はい、この青点、はい、うん、で、青点はもうな、ちょっと待って、青点って青天ね、青天って、これやっこさん、やっこさん作ってきよった、そうやっこさん、ホニー作ってきよった、そう、やっこさん、やっこさん作ってきよった、ここ鶴を置いたんやけど、何の鶴かもわからない、やっこさん、やっこさん、はい、で、この側屈を入れたら、こう胸がやると分かるけど、側屈でこの右の足の上、右の足の上まで胸が来るじゃんね、はい、でアドレスした時に肘っていうのは溝落ちをさしてるわけよ、うん、アドレスした時に、はいはい、溝落ちを肘はさしてます、はい、でその状態のままこうやって側屈をここまでかけただけやから、はい、当然溝落ちと肘はこの逆光さんのところに来るわけよね、うん、うんうんうん、で、このヤッコさんからこのラインあるじゃん、ヤッコトゥアオイポッチねんけど、ヤッコトゥアオイポッチ、ヤッコトゥアオイポッチ、そうそうそう、はい、で、このヤッコさんからアオイポッチまでをこうやって、はい、右手で出た山ってほしい、山そこをなんかこう側屈、ヤッコさんからアオイポッチってこうやると、ね、はい、それなりにのものがこう仕上がるから、うんうん、こうそれなりよ、はい、こう、こう、はい、で、こっからこれをこうひたすら分からなければ、うん、側屈入れなくていい、うん、組んでいく途中でこの動きだけを獲得したければ、とりあえずここへ来てみて側屈なしでもいいよ、はいはい、まず腕ね、腕をどうやってバックスイングトップまで持っていくのっていうのが分からなければ、とりあえずここまで動いてみて、ここでこうなん、こう、あ、こうなん、こうじゃないんや、このガイドラインね、これを例えばこんなこととかなしよ、はいはいはい、肘はやっこさん向けといて、うんうん、やっこさんでからこうこうやってこう動かしていく、はい、うん、そうすると、あ、こうやって使うのっていうのは分かってくるから、前にこう開くっていう動作ないけど、はい、側屈でここまで来ます、うん、ここからクラブ開きます、うん、でやりながらこう、うん、と、まあある程度なんとなくそれっぽいものが仕上がるじゃん、はい、だからなんとなくそれっぽいものがまずは仕上がりました、はい、
で、ここからね、この今日はだいぶ話進んでるけど、つる、つぶつぶ、そう、この水色のつる、ここまで来ます。鶴へ来ます、うん、そしたらこのヤッコさんから青いポッチで結ぶ、動かしたこの右であるじゃん、これを鶴まで来たらもう一回このガイドラインでガンと戻してほしい。これ今これちょっとちびってシャンクしたけど本当に、うん、そうすると俺が散々まずプルフック覚えろって言ってるじゃん、うん、そのプルフックが打てる、はい、うん、やってみて、おお、やってみて、もうやっちゃって、俺はちょっと俺の今日家じゃないから勉強したいシャンプーつなげたい俺の家じゃないからもう家主やったら思い切っていける、家主言ってた、家主登場、家主本気で家主9万アイアン持って家主登場、家主やっちゃってみたいな、お主ちょっと練習するよ、家主そう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 。それはわかるけど、よう百個さん折れたな。折れたやつ持ってきたやろ。いやいやいや、ちょっと待ってよ。百個さんね、うん、途中からどうやって折れたかなってちょっと考えた。へえ、折れるんや。折れる折れる。百個さんの下半身折るときちょっとまハテナにならへん。百個さんの下半身俺無理やわ。そうやろ、あれちょっと一回開いてふにふにってしてベッてやって。船作る、あーそんなやつ、そんなやったやんか、いやいや、もう覚えてないもう俺、折れる、もう折れる、これ全部やもん、折れるのこれとこれだけ、でも、山やな、山、そう、山、山の表現がヤッコさんから青ポッチ、そうね、本当にね、今日はこのもう一回、まあちょっと本当にやっちゃうけど、このラインで、はい、うん、左側骨入れます、はい、そしたらこのヤッコさんからこのラインで、はい、右手を使ってみます、はいはい、で、つるまで来てみます、はい、でここで思い切りこうやって返しちゃうとプルフック出るよね、おおお、遠慮しがちやけど、そうするよ、家主の前やでなもうガチャーン言うたらもうティーンって言われたらどうしようかなってちょっとちびってシャンクしまったけどまあでもまずはこの順番でね、はい、やってもらうと、はい、こうプルフックがまずはあっさり打ててきますよ、はい、でプルフックが打てるところでなんやねんっていうことやと思うけど、はい、それはまた次回、はい、うん、この辺で、はい、プルフックが打てるようになったよこれでっていうのが今日までの段階ね、はい、歌って歌ってエンディングしようか、楽しかったひとときもう切ったよ、何やねんの